グランプリに輝いたのは群馬武蔵野大学長沼まきなさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。皆さんありがとうございます。今の受賞の感想をお願いします。とても嬉しい気持ちでいっぱいです。私は群馬県大会のユニバーシティの群馬県代表になってから絶対にグランプリを取って私を応援してくれてる人に恩返しをするという気持ちでここまで頑張ってきました。 SNS など慣れないことだったりとか大変なことも多々ありましたが、自分なりに頑張ってこれたかなと思います。それには本当にファイナリストたちの方々だったり事務局の方だったりもう本当にエレアさんにすごく助けられました。私は自分に自信がなくてミスコンに出るのも躊躇していましたが、今出ているのでそのことで自分に自信が持てたと思います。これからもこの経験を生かして精一杯頑張っていきます。ありがとうございました。これから1年間自分として個人としてどんな活動どんなふうに取り組んでいきたいかっていうのをまた順番に聞かせてください。はい、私は高校生の頃からスピーチでも話したように貧困について興味を持っていろんな方々にお話を聞いてきました。このユニバーシティの発信力を借りて私はそのような世界の問題を一つでも多く解決していきたいと考えています。そのために私は報道関係の仕事に就き自分の言葉で発信していきたいと考えています。ありがとうございます。受賞したことを一番伝えたい方は誰ですか？はい。私は母に一番伝えたいです。今の時期、大学だったりとか、あとはクラシックバレエだったりとかとの両立で。ちょっと悩んだ時期もありましたし、本当週1で帰っているんですが、本当は会えることが嬉しいのに疲れだったりとかストレスだったりとかで当たってしまうこともあって、自分の気持ちを素直に伝えられていなかった面も多くあるので、たくさん支えてくれて一番に応援してくれた母にこの気持ちを伝えたいです。いつもありがとう。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。